ちは。こんにちは。さあ、ねえ、今弱いな、お前。え、さあ入った音。入ったかな。もっと張っていかないと、ね、張っていかないとあれですけど、はい、まあね、一般企業だったりとか、まあ決算も決算期、今ちょうど3月なので、で、まあ、新たな部署移動だったりとか、新しく社長がこう来ましたとかね、そういう時期これから迎える方も多いかと思うんですけれども、まあ、プロ野球でもありますよね、そういう監督変わったとか、例えばコーチ陣との信頼関係だったり、その一般企業にも通じるものってありますよね。もういっぱいあるよね、まあ、野球界ってさ、数字がすぐ出る世界じゃない、だから結果がすぐ分かるから、どうしよう、ああしようっていうことが分かりやすく出てくるんだよね。そうですよね、まあ、コーチ会議、まあ、会議があるじゃない、その中で方針をだんだんこう決めていくというさ、その中でやっぱこう監督っていうのはさ、絶対的な存在じゃない、決定権を持った、いわゆる企業でいう社長のところですよね。社長ね、で、このここが動き出すと、おかしくなる、チームが。社長が動き出すと、社長はその直系の部下、まあ管理職だよね、まあ言えばコーチに指示を与え、その指示を持って選手に伝えるということが、まあ一般の企業でも一緒だと思うんだけど、そうなってると思うんだよね、それが監督がこうしゃしゃり出て、例えばバッティングを教えるとか。あるんですか。あるよ。守備を教えるとか、そうなってくると、もうおかしくなるね。そう、おかしくなるっていうのはどことどこの、これは何でかというと、選手がもう監督しか向かなくなるんだよね。例えばコーチが監督と違ったことを段階的に教えたとしても、例えば、まあ、基礎をこのコーチが教えてたと、でも監督はこの技術を教えてたと、そしたらこの選手は技術に目がいっちゃうんだよ、もう監督に言われたから、そうなってくると、このコーチの立場がなくなるんだよ。そうです、だからコーチ会議っていうのはすごく大事で、今何をやってるかって、今基礎をやってますと、基礎をやってるんだったら、まあ、例えばこうノックを受けてる時に監督が後ろ行って、ね、ああいい、もうちょっとこう基本はこうこうこうだよとか、同じことを教えるんだったらまだしも、違うことになっちゃうんだよ。そうすると選手がわけわかんなくなって、やっぱ迷い出す。で、監督の方の言うことを聞いてしまいますね。それはもう聞くよね、絶対。だって使ってくれるのは監督だし。そうでしょ、はい、だからそういうことが往々にして起きる。そうなんですね。で、豊さんが現役の時もそれありました、それはもちろんある。あるんですね。だから、まあ、選手も直接監督に飛び越えて言っちゃいけないしね、担当コーチを経由して監督に伝えてってくれるという。あ、そうなんですね、だから最近はさ、コーチでも選手から嫌われたらいけないとか、選手にいい顔とか優勝とか、だからこう書こうとするんだよね。あ、そうなってくると、もう組織としたら崩壊になってくる。ダメですね。ダメよ、もう弱い組織になってくる。そうですよね、で監督しか向かない、いや、コーチが何か言う、何言ってんの、監督が何て言うかなみたいな。もうそか、だ監督の顔色を伺って、そうそうそう、全部こう一斉のってこうなっちゃうってことですよね、そうなってくるともうチームは弱いよね。だ、例えば監督が外野手とか、まあ、内野手出身で、例えばピッチャーにピッチングを言い始めちゃったりとか、そういうのもあるんですか、真逆の。いや、まあ、例えばその担当してるピッチングコーチが会議をして同じ意見を持って言うんであれば、それは監督の方が強いよね、聞いてもらえる率は、はい、だからそれはそれでいいんだけど、ほら同じこと言ってるだろうって、俺と監督はって言えるけど、でも違うことになってくると、これがおかしくなってくるという、最悪になってくるよね。そうですよね、例えばあとコーチでも、例えばバッティングコーチがそのピッチャーにお前フォームがこうだよとか言い始めちゃったりとか、そのまあ逆もしかりとか、そうなってくると、これまたややこしいことになりますよね。あのね、選手はやっぱ好きな人の話を聞くんだよ。嫌いな人の話は大体聞かない、はい、まあ一般社会でもそうだと思うんだけど、でやっぱ可愛がってるもらってる人の言葉の方が強いじゃない、はい、
やっぱりあいつ嫌いだな、人間的に嫌いだなと思っても、うん、仕事だからさ、よく誘うと思って言ってることでも無駄になっちゃうじゃない、うんうん、人間的な信頼が構築されてないと、はい、まあ、構築されてないから良くないっていう言い方もあるんだけど、でもそこら辺をやりだしたらもうバラバラになるね、組織は。それはね、チームっていうのは組織だから、はい、組織のルールっていうのがあるのね、はい、だからそこをしっかり守らないとさ、だからもうおかしくなるよ、弱いチームほどおかしくなる。そうなんですね、うん、伊藤さん、太陽時代にそれこそ、うん、あの言われて、うん、その時どう対処しました？いや俺聞かなかったもんだから。あ、監督の？監督もそうだし、コーチの。いやだって、あなた方2年おきにいなくなるでしょって。あ、まあそうか。いや大体2年おきでいなくなってたから。あ、そっか。それがもうそれを感じてたから、弱いから。だからもう自分で技術を磨いて自分で取得しておくしかないっていう。でも一般の社会って違うじゃない。まあそうですよね、そんなに変わらないじゃない、そんな頻繁には、うんうん、だから聞かなきゃいけないけど、うん、そういう人たちを迷わすのはやっぱりいろんなところからいろんな意見が飛んでくるということだよ。統一感がない。そう。どうしたらいいんだか分かんなくなっちゃう。分からないでしょ、うん、でも俺が使えた監督の中で、はい、短期間だったけど、はい、長嶋さんは器がでかかった。それどういうところで？まあ、守備走塁コーチを担当してて、いろんな守備のサインも決め、いろんな動き方も指示し、練習をさせた、全日本の選手にね、はい、で監督も見てた、うん、で一つ練習が終わって、監督どうですかと、大丈夫ですかって言ったら、だからお前に全部任してると、はい、じゃないとお前をコーチに呼んでないと、だからお前が好きにやれと、責任は俺が取ると、だから心配しなくて思い切ってやってくれと言われた、はい、感動したよ。そうですね、うん、でそれでまあミーティングとかになるじゃない、うん、で一応サインをどれを作ったか言ってくれと、うん、でこれ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 って、まあ牽制のサインだったら5つ作りました、はい、これ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 って言うじゃない、うん、よし分かったと、それをうまく使ってくれと、うん、そう君に任せたと、はい、だから監督はこう見ながら指揮するだけだよね。 あとはなんかこう選手たちに勇気づける言葉を、言葉で、うん、いくぞみたいな、うん、とか、あの 10.8 だったら勝つ勝つ勝つでさ、はい、絶対勝つんだっていうさ、うん、なんか勇気を与えてくれる、うん、そういう監督だよね。つまり精神的なこのフォローだったりとかを監督がして、うんうん、コーチはその例えば技術面だったりとか肉体的なことっていうふうに実践で動けるようにしとかなきゃいけない。その代わり実践で動けなかったらミーティングでは怒られるよね。そうですね、何やってんだって、うんうん、全部任してるはずだって、監督から言われるんですよ、ね、それはもう全部任されてるんだったら、そのコーチに責任が生まれるじゃない、はい、監督とか口出ししだすとさ、その責任がどこに所属してんのかっていうのは分からなくなるんだよね、はい、時として、うん、なんだよ俺がやってんのに、俺がこの段階でやってんのに飛び越えていっちゃったらもう何にもならないじゃないって、うん、だからみんなしらけてくるわけよ。そうですよね、うん、そうするとうまく機能しないからチームもバラ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 になりますよね、うん、だからよくあのまあね、ニュースとかその記事とかでもちょっと監督とコーチが仲が悪いとか、うん、こ うまく意思の疎通できずにっていう風なのも出たりするじゃないですか、うん、それで例えば解任されたりとか、うん、チーム弱くなっちゃったりとか、うん、そういうのってやっぱりあながち嘘じゃなくて、実際に嘘じゃない、本当にやっぱ内部事情であるんですね、うん、だからコーチ会議を、会議っていうのはすごく大事でさ、うん、一人一人の会議してもいいと思うんだよね、うん、A 選手、B 選手、C 選手がいたら、はい、A 選手はこのランクにいるから、うん、これをもう一つランクを上げるためにどうしたらいいっていうのをさ、うん、みんなで話し合わなきゃいけないし、はい、1チームのことで話すんじゃなくて、選手一人一人のことで喋っていかなきゃいけないよね、うん、だからこの選手にはこういう指導、この選手にはこういう言い方、うん、この選手にはこうするみたいな、うん、そこまでやっぱ細心にしていかないと、うん、組織っていうのは出来上がらない。
ですよね、うん、プラスアルファその個々の能力も引き出せないってことにつながりますもんね。だから今はねすごく雑だと思う。あ、なんか曖昧な感じな。だから昔が緻密だったかって言ったら昔の方がもっと雑だと思うけど、はい、でも今も雑だと思うよね。だからそういうのをきちんと、まあ、システム化じゃないですけど、うん、きちんと役割分担っていうのをこうしていくのを機能させた方が絶対にそのチームも選手にとってもいいですよね、うん、ただ決定権は監督が持ってるじゃない、はい、だから監督が間違ったことを言い出すとまたおかしくなる。そうです、ね、だから難しいよ組織って。そうですね。だから例えばその監督をうまく使える、例えばヘッドコーチだったりとか、うん、なんとかね、うん、あれとか例えば言ってるけどそこでいいことこうせき止めて、うん、なんかこううまく回せるだったりとか、うん、そういうのにもつながってくるだろうし。いやもうつながってくるよね。ですよね。だから昔の監督で優秀な人っていうのはやっぱカリスマ性があったよね。あそこは大事、カリスマ性、うん、二通りリーダーがいてさ、はい、カリスマを持ってグイグイ引っ張る星野さん型か、はい、知的に引っ張る野村型かっていう二つに分かれるよね。例えばその西武が強かった時の森さんの時っていうのはどっちに当てはまるの？知的の方に当てはまるよね。野村さんタイプ、ね、タイプ。じゃあカリスマっていうと例えば長嶋さんとか長嶋さんとか星野さんとか、うん、そういうの分類される。あでもう一つ言うなれば、はい、人が良くて人が盛り上げてくれる、はい、はいはい、まあ、例えばヤクルトの小川監督とかさ、はい、そういうタイプの 人っていうのは、はい、周りが支えてあげるという、うんうんうん、そのために一つのチームがなるという。あそこまで人の良さがないとダメなんだけど、ね、このじゃあ3つのタイプに3つのタイプに大体分かれるけど、うん、一番うまくいくのはカリスマだ。カリスマ性、うん、星野さんとか、うん、中島知的なものっていうのはさ、うん、本当に重箱の隅がきっちり整理整頓されてないと、うん、やっぱおかしなことが一つでもあればさ、一つあそこからほころびがってことになっちゃうんですね、うん。ただリーダーというのはカリスマっていうのはその裏には知的さ、うん、このチームを救えるっていう知恵がないとね。知恵ない、うん、それは知恵をみんなが感じ取らないと、うん、カリスマだけで終わるという。そうですよね、まあ、これどの、ね、一般企業にも当てはまることですし、当てはまる当てはまる。プラス星野さんが今カリスマ性あるって言ったじゃないですか。でもということはその星野さんのカリスマ性を支える誰かがいたということにつながってくるわけです。まあそりゃそうだね、参謀はね。ということあちょっとこの話今度次回で、うん、じゃあ一体そのカリスマ性の星野さんを生み出していたのは誰なのかっていう話もちょっと聞きたいので、うん、まあね、はい、じゃあちょっと次回にお願いします。それはこれが回ったらね、これが回ったらお願いします。